売定金が売定金が明治26年6月30日は、幕末から明治中期の作家、編集者。国慶本、人情本、啓蒙書、風刺小説などを書いた。本名は、ウ生正和、通称は熊三郎。筆名に、橋爪に敷き作りもあった。福神付の命名者。吉田勝之城の次男として、江戸両国屋原堀に生まれた。 龍合流の父に剣を習い、1836年から伊勢に三年武者修行して腕を磨き、江戸の若手剣客のオスと言われたが、1845年、本郷付き天皇竜家の養子に入った。1848年頃、人情本の末帝、金水の門帝となり、金河の郷をもらい、連日通って金水の郷の半下を書き刺しへの下絵を描き、自らも、 修作を試みるなどして過ごした。死に習って人情本を書いてから、生に合う国慶本の七変人で名を挙げた。剣の腕は咲いても、同桁愛嬌者だった。明治維新となり、三条の狂剣発布の後は、うりうまさかの実名で、西洋新書、西洋見聞図鑑以下の啓蒙書を出す裏で、1875年、橋爪二式作りの筆名を使った雑誌。 宿り気笑い新聞11冊で、五一心後の世相を風刺しひにくった。それが縁で、1877年3月、野村文雄の〇〇者に招かれ、風刺漫画雑誌、〇〇新聞の主筆となり、三人同行、春色花子読み、きび団子などを連載したが、あとの二つは、当局の邪魔で中絶した。さらに同社が1878年11月、 創刊した、姉妹きキビ団子に、妄想未来記などを掲載して、文明開化の世相をからかった。その後も、キビ団子詩他に、人情本風の作品を載せたが、次第に世に遅れ、1881年団団社の客員に退き、1884年覚醒者の編集、企画に転じた。60歳を超えた老金画は、 城の歳に蔵らの山と新聞に時に孔を寄せたものの、すでに過去の人だった。1890年、脳一血に倒れて療養し、1893年に没死した。72歳。清志淳尺家徳清志精神寺。墓は、元浅草斎村寺にある。福神付の作り方が知りたい。レファレンス共同データベース。 2021年2月28日閲覧。王帝金賞、明治の面影、岩波文庫 P53。ありがとうございます。